こんにちは、ヘアカラーリストの金部です。今日の内容はですね、40代の大人の女性がインスタなんかを見ていて、白髪染めを使わない白髪染め、その言葉聞いてと思うんですけれども、これについて今日は詳しく解説していこうと思います。あとは誤解を招きやすい表現だなとも思うので、そこもできるだけ分かるように解説していくのと、美容師さんに向けても紹介していこうと思いますので、最後までご覧くださいですね。結論なんですけれども、あんまり気にしなくていいです。なんでかっていうですね、白髪染めと普通のヘアカラーって、これ2種類、ヘアカラーの世界ってあるんですけれども、これって根本的には同じものなんですね。で、白髪染めの方は濃い茶色が多く入っているから白髪がよく染まります。で、通常のカラーっていうのは濃い茶色が入っていない分、明るくできたりとか色の幅があるっていうだけなんですね。例えて言うと、ホットコーヒーとアイスコーヒーみたいな感じなんですよ。もともとはコーヒーで同じものだと思うんですけれども、用途が違いますよっていうだけなんですね。白髪染めをするとすごく暗くなっちゃうってイメージの美容師さんも多いし、お客様も多いと思うんですけれども、例えばなんですけど、この写真見てみてください。上品な明るさの綺麗なカラーだと思うんですけれども、これね、全体に僕白髪染め使ってるんですよ。で、色の濃さは調整してもちろん使ってはいるんですけれども、この写真を見ても白髪染めが良くないとは言えないと思うんですよね。なので、いい悪いっていうのは、正直インスタの投稿なんかを見ていると、こっちが良くないからこっちがいいですよっていう表現、比較しているだけなんですよね。例えば CM とかでもありません？こういう症状が出ていませんが、でもうちの商品なら大丈夫ですみたいな感じと同じなんですよっていうのがあるので、あんまりそういう表現とか、そういう投稿の内容に関しては僕は気にしなくていいと思います。白髪染めとか関係なく、暗い髪色にしていると伸びた時に白が気になると思うんですよ。なので、40代以上大人の女性の場合は自然に明るいカラーがおすすめです。黄色く見える色じゃなくて、暗い色じゃなくて間ぐらいの色、そういう目安で、僕のおすすめはこんな感じの明るさが一番大人の女性に違和感なく馴染んで、派手にもならなくておすすめかなと思います。で、カラーに関してはやっぱり、でも自分の場合はどうなのかなって分かんないことが多いと思いますので、分からない方もしいらっしゃったら、コメント欄に書いていただいたりですとか、概要欄にですね、リンクを貼ってありますので、LINE から気軽に相談してください。部屋からは相談できる人ってなかなかいないと思いますので、よかったら活用していただけると嬉しいです。白髪染めを使わない白髪染めっていうのはただの歌い文句です。なので、あまり気にせず、あなたらしくカラーを楽しんでいただけたら僕は嬉しいなと思います。美容師さんもこういう投稿を見ていると、なんかファッションカラーで白髪を染めなきゃいけないのかなって思う方も多いと思うんですよ。なんか自分のやってることは今っぽくないのかな、これは悪いことなのかなっていうふうに情報を見ているとだんだん思っちゃうと思うんですけど、これも気にしなくていいです。だってお客様が喜んでるんだったら、暗めのカラーだとしても僕は全然 OK だと思うんですよ。ただこういうふうに、ちょっとやり方を変えたいってお客様の要望があった時に、できませんっていうのは NG だと思いますし、よく頼っていただいたんだったら答えたいじゃないですか。だからファッションカラーを使うと、8レベル以上でも長染めをすることが可能になりますので、目安でですね、ちょっとリストを僕ブログとか、あとセミナーでよく紹介しているので、こんな感じで使います。はい、ナプラさんのナシードって薬剤を使ってるんですけれども、メーカーさんによるんですけども、12はオキシを2倍入れるものは普通に2倍で使ってください。 N4 は10倍だと思うので、そちらは10倍で、ちょっと計算がややこしいかもなんですけど、そういうふうに使っていただくのがいいと思います。メーカーさんの推奨のオキシの量で見てください。オキシを入れすぎると薄まっちゃうので、明るくはなるけども白が染まらなくなっちゃうっていうトラブル起きやすいので、そういうふうにしてもらうといいと思います。で、ナチュラルに使ってるこれ理由があるんですけども、 N が一番明るくできるんですよ。アッシュとかマットになると色は綺麗なんだけど、やっぱりちょっと寒色で暗く見えるんですね。っていうのがあるので、寒色とか暖色に色を振りたい場合っていうのは、さっきのリストに対してアクセントカラーとか、濃いレッドとか濃いブルーとか、そういうものを使って 10% から 20% ぐらいまで入れてあげたら OK かなと思います。 20% 以上入れちゃうと他とのバランスが崩れてきちゃうので、白髪の染まりが悪くなったりとか、明るくなるパワーが弱くなったりとか、そういうこともありますので、ファッションカラーを使ってグレーを染めるっていうのはちょっと抵抗がある方もいらっしゃるかもなんですけど、今日の動画でですね、そういうのを参考になったら嬉しいなと思います。いろんな投稿を見てると、それが正しいのかなっていう美容師さんも勘違いすることあると思うんですけれども、良くないなって表現も多いんですよ。白髪染め、まだ白髪染めしてるんですかとか、白髪染め良くないみたいな表現も結構見かけると思うんですよね。あれは自分の投稿をよく見せようとしてっていう表現としては、方法の一つであると思うんですけれども、あれを見たお客様とか、実際白髪染めをしているお客様がどういう気持ちになるかっていうのもやっぱ考えなきゃダメですよね。お客様に失礼なことをすごく僕は言ってるなって思いますので、ああいう表現に惑わされたりとか、また情報に惑わされないように、目の前のお客様が喜んでくださることだけが正解です。
自分の基準をしっかり持って迷わないでほしいなと思います。まあ、グレーカラーのやり方とファッションカラーでグレーを染める方法、まあ、この2つがあったらいろんな提案ができると思うので、今日の動画が参考になったら嬉しいです。いつでも何歳からでもヘアカラーが得意になれる髪取りドリルっていうのをですね、月2回配信しています。これはブランクのある方だったりとか、カラーを勉強し直したい方、あとは時短勤務でセミナーとか出たいけどちょっとハードルが高くて、ちょっとこうどうしていいかわからなく迷っている方に向けて、寝る前5分でヘアカラーの勉強ができる、そういう内容にしております。で、30代から40代の大人の女性の参加者の方がすごく多いですけれども、やっぱりこう何かわからない時に聞けるっていうのがすごく、ご好評いただいているサービスになります。で、ご本人はもちろん、あとそういう時短勤務のスタッフさんを雇用していらっしゃるオーナーさんもですね、教育のサポートに使っていただけたら嬉しいなと思いますので、概要欄に詳しく書いてありますので、そちらからぜひご相談ください。毎月ですね、 Zoom でオンラインセミナーを開催しています。今回はですね、失敗しないのは髪トレ流脱白髪染めっていう内容で話すんですけど、ハイライトだったり、今回の明るいグレーカラーだったりとか、いろんな要素をこうかいつまんで分かりやすく解説したいと思いますので、今日の動画のことをより詳しく知りたい方はぜひ参加してください。はい、こちらも概要欄に貼ってありますので、よかったらご覧ください。話をまとめると、白髪染めを使わない白髪染め、これに関しては気にしなくていいです。ただ、明るくするっていうのは白髪が気にならなくなったりとか、肌を明るくする大人の女性にすごくおすすめの内容ではあるので、ぜひ、ね、美容師さんに相談していろんな方法で試してみるといいんじゃないかなと思いますし、そういう投稿を見ていて、これどういうことなの、よくわかんないと思っている方がスッキリしてくれたら嬉しいです。美容師さんも情報に惑わされずに、ご自身のお客様が喜んでくださる方法としてやることを選んでください。流行ってるからやることはないと思うんですけど、ただお客様の方がこういうのどういうことなのって聞かれる時に、やっぱり明確にお答えできた方がお客様も安心されると思うんですね。プラス、明るい白髪染めっていうのはファッションカラーを使うとできることもありますし、そういうのが苦手だなって感じてる方も多いと思うので、ぜひこの機会ですね、チャレンジしていただけると嬉しいです。はいですね、今日の動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。